加古川市加古川町北座池、加古川市役所の南に森が見えます。そこには聖徳太子創建と伝えられ、播磨の法隆寺と呼ばれる寺があります。さらの木の下で釈迦が亡くなる時、弟子や動物たちが集まり嘆き悲しむ様子が遠くから見るとまるで鶴が群がるように見えたことから、鶴林とは涅槃を意味します。涅槃の寺、それが鶴林寺です。室町時代に建てられた仁王門をくぐると、その境内の広さに街中にあることを忘れてしまいそうになります。石畳が敷かれた境内の中央には、薬師堂と書かれた変額のかかったお堂が立っています。国宝の本堂です。応永4年1397年に再建された大仏用、禅宗用、和用の折衷様式の建築です。平安時代に作られたといわれる国の重要文化財、本尊薬師如来をはじめ、日光菩薩、月光菩薩、持国天と多聞天が祀られ、60年に一度開帳される秘仏になっています。本堂の前両側には菩提樹とさらの木が植えられています。この木の下で釈迦が悟りを開いたといわれのある菩提樹は、小さな黄色の花を咲かせ、境内を甘い香りで包みます。さらは釈迦がこの木の脇で入滅されたことから、涅槃の木とも呼ばれています。朝白い花を咲かせ、夕方には散ることから、儚いものの象徴となっています。いずれも6月中旬に見頃を迎えます。本堂の東には国宝の太子堂があります。宝珠がついたひわだぶきの勾配の緩やかな屋根が印象的なこのお堂は、釈迦如来を本尊とし、天永3年1112年に建てられました。現存する木造建築では兵庫県内最古のものです。太子堂に向かい合っているのは重要文化財の常行堂です。阿弥陀如来が祀られる日本最古の常行堂です。武士が袴をつけたような形の袴腰鐘楼は、応永14年1407年に建てられ、重要文化財の指定を受けています。中の古い高麗鐘も重要文化財で、少し高い音階の大敷調の調べが響きます。神社の社のような重要文化財の行者堂には、修験道の開祖、円の行者が祀られ、毎年3月の太子会式では、斎藤大駒が盛大に焚かれます。トワトヤウンタラサタンマハマサマンダダサラテンダマタラサ。火渡り式では行者たちが無病息災を願い、護摩木の上を勇壮に渡り、大人や子どもが行者の後に続きます。重要文化財の護摩堂は不動明王が祀られ、室町時代末期から桃山時代への過渡期の建築様式が見られます。新薬師堂は本堂の薬師如来が秘仏なので、直接拝めるようにと江戸時代、大阪の医師津田山石が大きな薬師三尊と十二神将を祀りました。このほかに観音堂、三重の塔など全部で16棟が立ち並びます。各林寺は聖徳太子信仰の高まりとともに、鎌倉室町時代に最盛期を迎え、その規模は広大な領地に30数か寺が建っていたと言われています。現在も国宝2棟、重要文化財18件を含め200点余りの宝物を所有しています。境内の周囲は鶴林寺公園として整備されています。休日には親子連れの憩いの場となっています。加古川市の古刹、鶴林寺。播磨の法隆寺、鶴林寺をゆっくり訪れてみてください。